オーストラリア、シドニー郊外のパラマタを拠点とするプロラグビーリーグフットボールクラブであるナショナルラグビーリーグでプレーしている。パラマタディストリクトラグビーリーグフットボールクラブは1947年に設立され、ホームグラウンドはパラマタスタジアムであった。2019年現在、パラマタのホームグラウンドスタジアムは改築中で、現在はウェスタンシドニースタジアムで、 主に使用している。クラブは創設から30年後の1976年にグランドファイナルに初めて進出し、翌1977年も進出したが、どちらの年も敗れた。しかしながら、1980年代初頭には最盛期を迎え、リーグ優勝4回、グランドファイナルへは6シーズン中5回進出した。これがクラブの黄金期で、これ以後は、 リーグのタイトルを手にしていない。1980年代より前に設立された、ほとんどの NSWRFL のクラブと同様に、パラマタは公式の愛称、またはマスコットなしで設立された。パラマタの唯一の愛称はフルーツピッカーズだった。これは20世紀前半にこの地区と周辺の郊外に広がっていた果樹園を指していた。1970年代に、 リーグとクラブ自身がマーケティングにより集中するようになったため、パラマタはクラブ公式マスコットを採用した。1960年代中頃、シドニーのラグビーリーグジャーナリストであったピーター・フリリンゴスはクラブがイールズを呼ばれるべきと提案した。この理由は、パラマタの名称がうなぎが住む場所を意味するアボリジニの方言。 バロマトグルが英語風に変化したものであることに基づいていた。この後チームは一般的にジールズと呼ばれ1970年代末には公式の愛称となった。その結果としてクラブのクレストは1980年にうなぎをあしらったデザインへと変更された。このクレストはユニフォームのデザインが何度か変更されたにもかかわらず2000年に 新しいうなぎのロゴが導入されるまで使われ続けた。2004年、最初のクレストに描かれたものと似せたうなぎへとクラブのマスコットが戻された。2009年、パラマタイールズは2011シーズンから創設年の1947を加えた元の1980年代のクラブエンブレムの戻すことを発表した。ありがとうございます。